6時34分、舞浜駅です。結構いますね。皆さん、おはようございます。夢の国の住人です。今日はですね、11月の17日曜日ですね。11月の15日からクリスマス始まりました。最初の日曜日になります。この時間で結構人がですね、歩いてますね。なかなか大変なことになるんじゃないかなと予想しています。昨日ですね、アプリ見てたらですね、トイマニーが4時間待ちで、美女と野獣が3時間半待ちとかになってましたね。で、それ午前中ですね。で、午後見たら、午後は2時間ぐらいにはなってましたが、結構ですね、いやたくさん人来てましたね。はい、それではですね、駅側、ハッピーエントリー駐車場側とディズニーランドの様子をお届けしていきたいと思います。6時40分駅側です。最後尾ここですね、橋の上、少し並んでいる状態です。ちょっとですね、少なめに見えるかもしれませんが、ピクニックエリアにこれだけいますね。で、先頭がここですから、ここから並んで奥行って、ここがピクニックエリアの最後尾ですね。で、この列の続きがこの橋の上ということになります。今来園された方ですね、手荷物検査スタートして20分から25分ぐらいかな、多分そのぐらいで手荷物検査通過できる感じだと思います。手荷物検査はですね、7時か7時ちょっと過ぎぐらいにスタートするんじゃないかなと思います。6時41分ハッピーエントリーです。ハッピーエントリー柵開けて外には並べてないですね。ここで U ターンですね。ここで U ターンさせてます。ちょっと中行って見ていきたいと思います。ハッピーエントリーの中来ました。ここが先頭ですね。先頭でこちらにずっと並んで、先ほどの門のところから折り返して、ここ最後尾ですね。今で多分200人ぐらいかな、そのぐらいは並んでますね。ただハッピーエントリー合流される方結構多いんでね、その辺がちょっとどうかという感じですが、今現在並んでるのは200人ぐらいですね。はい、でちょっと豆知識ご紹介します。こちらですね、リゾートライン、ディズニーランドステーションなんですけれども、こちらに6時46分着というリゾートラインがあります。そのリゾートラインに乗ってですね、来る、ハッピーエントリーの方すごく多いです。ミラコスタと、あとトイストーリーホテルですね、その辺からですね、乗ってくる方からすると、6時46分着、というリゾートラインが始発になります。このリゾートラインがつくとハッピーエントリー急激に増えますので、ご注意ください。この6時46分よりも早く並ぶと、ハッピーエントリーの中で前の方に並ぶことができます。覚えておいてください。6時44分駐車場側です。まだ座っての待機になっていますね。で、今日ですね、ちょっと雨がパラパラとですね、朝早い時間帯降ってたので、ちょっとスタート出遅れてるかなという感じはありますね。ただ駐車場側、座ってるとはいえですね、立体駐車場まで並んでますね。まあ、詰めればですね、3、40分待ちぐらいの待機列かなと思います。ただ結構来てますね。ちょっと最後尾の方行ってみてきます。はい、駐車場側最後尾の方来ました。画面上が手荷物検査ゲートですね。で、並んで、ここが立体駐車場カードです。で、もうすでにここまで並んでますね。ただですね、先ほども言ったように、まだ座ってる方、隙間空いてる状態ですので、3、40分待ちぐらいですかね。でも駐車場側より駅側の方が少ないので、やはり、日曜日はですね、駅側の方をおすすめしますね。
土日は遠方の方多いので駐車場側の方が列が伸びる傾向にあります。ご注意ください。はい、ヤスが撮影してくれたリゾートラインからの映像になります。こちら駅側橋の上ですね。まだそこまですごい長い列にはなっていないかなという感じです。こちらはハッピーエントリーの列ですね。柵のところまで行って U ターンしている感じになっています。こちら駐車場側の列になります。土日はですね、遠方の方増えますので駐車場側の方が列が伸びています。7時4分駅側です。こちら先頭の方です。これをずっと並んで、ここで右に行ってピクニックエリアの方ですね、並んでます。はい、こちらがピクニックエリアの方ですね。立って詰めた状態です。今ちょうど昔のチケット売り場のところの、一番奥ですね、そこが最後尾になってますね。ピクニックエリアの続きがこちらになります。橋の上ですね、ずっと並んで、今最後尾が、バスターミナルに降りる階段は過ぎて時計のゲートとの間ぐらい、ここですね、ここが最後尾になってますね。で、先ほどまでとは違って、もう列の密度が全然違いますね。でこちら通過するのに、15分ぐらいかな、橋の上通過が15分ぐらいで、こちら、ピクニックエリアの方を通過するのが15分から20分ぐらいだと思います。ですのでトータル30から35分ぐらいの待ち時間かなと思います。手荷物検査はまだスタートしてないですね。ちょっと遅めですね、15分かもしれませんね。で結構ですね、質問が多かったので、説明しておきます。こちらバスターミナルですよね。で駐車場側の方にもバスターミナルあります。でホテルのから来るですね、バスとかはだいたいこちらに止まるんですが、このバスターミナルで降りてもこの列には並べません。並ぶのはここになります。ここですね、ここに並ばないとなりませんので覚えておいてください。ここに並ばなきゃいけないんですかという質問が結構ありましたので、お答えしておくと、ここに並ばなければならないですね。残念ながらそういうことになります。7時10分ハッピーエントリーです。もう前のゲートまで、列出しましたね。で立って詰めた状態です。立って詰めた状態でこれですね、今後ろの柵のところ、奥の柵のところから U ターンした状態です。立って詰めているので、これ先ほどより倍ぐらいには人数増えてますので、長さはですね、見るとあまり変わってないように見えるかもしれませんが、前に詰めてますし、列自体の、人と人の幅ですね、その辺も詰めてますので人数は倍ぐらいになってますね。多分もう400人ぐらいいます。まあ、合流する方もね、多いんで、リゾートライン到着した後こういう感じになりますよね。7時11分駐車場側です。立って詰めましたね。立って詰めて、立体駐車場まで行ってますね。ちょっと最後尾の方も見てきます。こちら最後尾ですね。立体駐車場角は越えてます。まあこれだと50分ぐらいかな、多分そのぐらいの待ち時間になるかなと思います。で3カ所のゲートがですね、最初開かないので、まあ、ちょっと時間かかっちゃいますよね。多分50分ぐらいの今待ち時間だと思います。もうすぐ手荷物検査スタートですね。はい、こちら奥にですね、3カ所のゲートあるんですが、そちらにはまだ並べてないのですぐには開かないですね。はい、でですね、ちょっと豆知識なんですが、立体駐車場から並んできて、これ列が左カーブになってるんですよ。で陸上競技とかですね、思い出してもらうといいんですが、この列のこっちがインコースでこっちがアウトコースなんですよ。っていうことは、このインコースの方が距離が短いということになります。これ覚えておいてください。それとあとトイレなどですね、行く場合あると思うので、このアウトコース側の方は柵があるんですよ。アウトコース側の方ですね。で簡単に出れないので、
距離が短いというのもありますし、トイレとか行く場合、出やすい入りやすいというのがあるので、こちら側内側の方の列に並んだ方が、まあ、僕としてはおすすめですね。こちらの方が何かと便利だと思います。手荷物検査7時15分スタートしました。手荷物検査7時15分スタートですね。7時33分駅側です。橋の上の列なくなりましたね。これすごい速さで手荷物検査進んでますね。あ、6カ所ゲートの方すごい詰めてるのか。それもあるな。今最後尾ですね。ここですね。ここが最後尾です。で、ちょっと解説しようかな。これずっと今最後尾のところから並んできて、先頭がここですね。ここで6箇所新ゲートと9箇所ゲートと分かれるんですが、これはどちらに並ぶか自由になっています。それで手荷物検査が今日は7時15分開始ですね。でそこから20分から30分ぐらいかな、20分ぐらいですかねの間は、まあ、ちょっと人数にもよるんですが、ハッピーエントリーが6箇所新ゲートの方のうちの3箇所を使ってるんですよ。なので、手荷物検査スタートしてすぐ前の方に並んでる人は6箇所新ゲートの方に行っても全然 OK です。でこの後ろの方に、ピクニックエリアの後ろの方とかですね、橋の先頭あたりに並んでた方は、進んできてここまでたどり着いて6箇所新ゲートの方に行くとゲートが3箇所しか空いてないので、9箇所ゲートの方に行った方が早く入れますね。これをちょっと覚えておいてください。このタイミングねちょっと難しいんですが、今は特に3箇所ですね、ハッピーエントリーが使ってますので、9箇所ゲートの方に行った方が早く入れると思います。でここまで来たらもうすぐ入れるかなという気するんですが、まだ結構かかります。ここ通過するだけで15分から20分ぐらい多分かかります。でこちらも10分から15分ぐらいですかね、多分かかります。でこの列ずっと並ぶんで、これ通過に15分ぐらいかかるので、今多分30分待ちぐらいですね。多分そのぐらいの待ち時間になっていると思います。橋の上に列はありませんが、そのぐらいかかると思ってもらった方がいいかなと思います。7時38分ハッピーエントリー、もういません。いませんが、ここハッピーエントリーの列ですね。これ3個ゲート使っちゃってるんですよ。駅側の方のゲートですね。このパターンの時は、9箇所ゲートの方に並んだ方が絶対早いですね。でただ見えないじゃないですか、並んでる人はね。なので、手荷物検査を開始して20分ぐらいは、ハッピーエントリーが駅側の6箇所ゲートを使うので、その間はちょっと避けた方がいいかなと思います。7時39分駐車場側です。今ですね、ハッピーエントリーのゲートの方に、駐車場側の方を案内開始しましたね。3箇所のゲートも開けたのかな。そうすると、駐車場側は6箇所新ゲート、3箇所旧ゲート、ハッピーエントリーの3箇所新ゲート、これ全部使ってますね。15箇所手荷物検査で使っているということになります。結構伸びてんのかな。ちょっとこの先最後尾の様子見ていきたいと思います。はい、最後尾の方来ました。ここ立体駐車場角ですね。そこよりもちょっと前進んでる感じです。で通常だと、50分、4、50分ぐらいですかねかかるんですが、ゲート結構いっぱい開いてますので30分ぐらいで入れるかなと思います。まだですね、結構ね皆さんちょっと余裕を持って並んでる感じもありますので、多分30分ぐらい待てば手荷物検査通過できる感じかなと思います。はい、豆知識ご紹介します。これ駐車場側の列なんですが、立体駐車場の方から並んできてここでゲートに到達します。でこの手前のゲートはすごい混むんですよ。なので、ここはスルーして柵に沿って奥に進んでください。柵に沿って奥に進んでこっちに来ると、はい、空いてますね。はい、こちら一番奥に来た方が空いてます。キャストさんもそう説明してますので、別にですねズルとかそういうことではないので大丈夫ですので、こちら奥の方のゲートに来るようにしてください。その方が早く入れますね。7時9分駅側です。
今最後尾ピクニックエリアのここですね。これを並んで、分岐点まで行って9カ所の旧ゲートと6カ所の新ゲートの方に分かれて並ぶという形になります。で、6カ所ゲートに行くか9カ所ゲートに行くかは、それぞれの判断ですね。キャストさんがこっち行ってくださいということはないので、それぞれの判断で選んでいくということになります。それで先ほど駐車場側で、豆知識をご紹介したんですが、入り口のゲートはものすごく混むのでなるべく頑張って奥のゲートまで行ってください。ここですね。ここは入り口のゲートです。で、ここをですねずっと柵に沿ってくると奥のゲートの方が全然空いてるんですよ。こっちですね。ここが一番奥のゲートになります。こちらに来た方が断然空いてますので、ここちょっとね、大変かもしれませんが頑張って奥のゲートに来た方がいいですね。全然入れる時間変わると思います。だいぶ変わるのでなるべく奥のゲートの方に来るようにしてください。で、今駅側待ち時間がですねだいたい20分から30分ぐらいかな。9カ所ゲートの方に行ったら20分ぐらいで、6カ所新ゲートの方並んだら30分ぐらいの待ち時間になっていると思います。この違いをですねぜひお伝えしたいんですよ。ここまで来ればここですね、今9カ所ゲートと6カ所ゲートに分かれて任意で行けるんですよ。ここですね。で、ここで6カ所ゲートに行くとこれだけ並ばなきゃいけないんですよ。これだけですね。ただ9カ所ゲートの方に行って一番奥のゲートに行ったらですね、それちょっとお見せしますね。はい、一番奥のゲートまで来たらもうここ5人ぐらい並んでるだけですね。5人ぐらい並んでるだけ。これをね分かってほしいんですよね。で、柵の脇をですね抜けてくるのちょっと大変なんですよ。大変なんですがその苦労はありますけども、6カ所ゲートに並ぶよりはあの人数並ぶより5人並べば済むので、そこはちょっと頑張ってもらいたいなというのがありますね。ただちょっとベビーカーとかですね押してるとなかなかちょっと遠慮しがちになっちゃうかもしれませんが、別に違反とかではないので、頑張れる方は一番奥行った方が全然得です。これ覚えておいてください。で、パーク側はですね公平を期すためになるべく、入園者のですねゲストの意思を尊重している形に多分してるんだと思うんですよ。ですのでそうなると知識のあるないがだいぶ左右しますので、ぜひですね夢の国の住人で、説明している豆知識生かしてですね皆さんなるべく得な入園していただけたらなと思います。めんどくさい方はしょうがないですが、なるべく早く入りたい方は僕の話していることですねちょっと耳傾けていただけたらなと思います。8時15分駐車場側です。だいぶ減ってきたかな。だいぶ減ってきましたね。もうハロウィンの時は駐車場までの列がですね2時間続くとか普通にあったんで、それよりはマシですね。今30分待ちのレンガのところ、ここですね。30分目安のレンガこれです。ここが最後尾になってます。ただ隙間だいぶ空いてます。皆さん結構余裕を持って並んでる感じです。で、ゲートも15箇所使ってますから、15分ぐらいかな、15分から20分ぐらい、多分そのぐらいで入れる感じになってますね。今多分駅側駐車場が逆転して駐車場側の方が早く入れるような状況になってますね。ちょっとゲート数がですねやっぱり差がだいぶついてたので逆転しましたね。ただ今駅側も6カ所新ゲート全部駅側で使ってますので、駅側も15カ所のゲートですね使って今は手荷物検査をしている状況です。8時30分入園ゲートです。ハッピーエントリー入園開始ですね。ハッピーエントリーが入園開始しました。一般は8時45分入園開始になると思います。で、ちょっと解説したいんですが、ここですね、ここが、駅側の、ハッピーエントリーの後ろの一般の列ですね。で、こちら、ここがハッピーエントリーの後ろの一般の列、駐車場側ですね。で、ここ最近ですね、駅側の方のハッピーエントリーをすごい減らしてたんですよ。
なので駅側の方の、ハッピーエントリーの後ろに並ぶ恩恵がすごい少なかったんですが、今日は駐車場側、駅側両方同じぐらいのハッピーエントリーのスペース取ってますね。でこれですね、いつちょっとどう変わるかわからないので念のためですね、ハッピーエントリーの後ろ並びたい方は駐車場側の方のハッピーエントリーの後ろに並んだ方がいいと思います。駅側の方ですね、ここ3週間ぐらい連続で、ほぼほぼですね、ハッピーエントリーのスペース取ってなかったのでその後ろに並んでも恩恵がすごい少なかったんですよ。で今日はそれなりに取ってますね。今日は撮ってますが、これがいつどうなるかわからないの でたくさん人がいたらどこまでがハッピーエンドリーでどこから一般の列かなんてわからないと思うんですよ。なので念のためですね、駐車場側の方のこちらの列ですね、ここに並んだ方がいいかなと思います。一応これ念のためですね、覚えておいてもらった方がいいと思います。はい、それでは本日のまとめです。今日クリスマスですね、スタートしたんですが、ハロウィンの時よりちょっと少なめでしたかね。ただハロウィンもね、スタート確かそこまでね混まなかったんですよね。で今日混んでないって言うと、いや混んでんだろうって言われるかもしれませんが、ですね、もうこんなもんじゃないです本当に。来週以降ですね、クリスマスだんだん混んできますから、それはもう間違いないので、これからですね来園される方は気をつけていただきたいと思います。で今日ですねクリスマス始まったので結構たくさんの方見ていただけるかなと思ったので、ちょっとですね豆知識多めにですねお届けしました。で列の並び方が不公平解消で変わったので、その列についての解説ですねちょっと多めにさせてもらいました。本当ね全然違うので、早く入りたい方はですね、僕の話したことを耳傾けていただけたらなと思います。はい、で今日はですねディズニーシーの方に安撮影していますので、そちらも後日、アップする予定です。そちらもですねぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、それではですね皆さんの、コメント、いいね、チャンネル登録ですね、していただけると、すごくやる気出ますので、またぜひですねよろしくお願いいたします。それではですね夢の国の住人参考にしていただいて楽しいディズニーライフをお送りください。また次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。